シャーンタヌと、妻のサティアバティ・シャーンタヌは、インドのジョージシマハーバーラタの登場人物、クルオープラティパトスナンダーの子、女ガミ、ガンガーとの間に、ビーシュマオ、サティアバティーとの間に、チトラーンガラ、ビチトラビーリアを設けた。また双子の兄弟、クリパとクリピーを拾って養育した。シャーンタヌの前世は、かつてイクシュバーク王家に生まれたマハービシャという王船で、 インドラ神に認められて天界に住んでいた。ある時、マハービシャがブラフマー神に仕えていると風が吹いてガンガーの衣服の裾をまくり上げた。神々や聖戦はガンガーを見ないように目をそらせたが、マハービシャだけは恐れずに女神を見た。するとブラフマー神は怒って彼を呪い、人間界に転生するよう命じた。マハービシャは慌てて、来るの偉大な汚染プラティーパの子供になることを望み、 認められた。一方、ガンガーが、マハラビシャのことを思って歩いていると、バシシン軍に出会った。彼らは、バシシタセンに対して過失があったため、人間に転生するという呪いを受けて、火海に向かっているところだった。彼らは、王仙プラティーパから、シャーンタヌという子供が生まれるはずだから、自分たちは、彼の子供として生まれるつもりだと語り、ガンガーに、自分たちの母になってはくれないかと頼んだ。 ガンガーは奇妙な偶然に喜び、これを引き受けた。ところが、バス神軍たちは、自分たちが生まれたら、罪を償うために川に沈めて水死させてほしいと言った。ガンガーは、シャーンタヌに、子供が残らないのは困ると言った。バス神軍は八神それぞれの生液を提供するので、それによって二人の望む子が生まれるだろうと約束した。ガンガーは地上にやってくると、プラティーパ王のところに行き、 王の右太ももに座った。ガンガーは王の妻になることを望んだが、ガンガーの座った場所が右の太ももだったので、王は自分の息子と結婚し、義理の娘になることを提案した。ガンガーはそれを受け入れ、その場で消えた。シャーンタヌがガンガーに子供を溺れさせるところを制止している。場面後に、プラティパにシャーンタヌが生まれ、立派に成長すると彼は、 シャーンタヌにある助言をした。もし非常に美しい女性がお前を求めて近づいて、来たならば、お前は彼女を拒んではならない。彼女が妻となったら、彼女がどんなことをしてもその理由を尋ねたりしてはならない。そしてプラティパは、シャーンタヌに大意を譲り、森での修行に入った。ある時シャーンタヌは一人の美女に出会った。シャーンタヌは、彼女の美しさに驚き、相手をじっと見つめた。 また、女性の方もシャーンタヌに気がある素振りを見せた。そこでシャーンタヌが結婚を申し込むと、彼女は自分に不愉快なことを言わないことを条件に、シャーンタヌの妻となった。二人は幸福に暮らしたが、彼女は子供が生まれると川に投げ込んで溺れさせてしまった。そんなことが7度も続いたが、シャーンタヌは妻を失うことを恐れて何も言えなかった。 しかし8人目の子供も溺死させられた時、ついに我慢できずに妻を制止し、理由を尋ねてしまった。妻は自分がガンガーであることを明かし、これまでの生きを語った。そして9人目の子供を産むと、その子を連れて天に戻った。その後、シャーンタヌがガンジス川のほとりを歩いていると、川の水が極端に少ないことに気づいた。 見ると一人の少年が多くの矢を放って川の水をせき止めていた。少年はシャーンタヌに気づくとすぐに姿を消したが、シャーンタヌは少年の神業を見て、かつて自分とマンガーとの間に生まれた子供ではないかと考え、ガンジスガーに向かって息子を返してほしいと叫んだ。するとマンガーがあの少年を連れて現れ、自分たちの子供だと言って渡してくれた。シャーンタヌは息子、 デイバブラタを連れて帰り、皇太子につけた。それから4年ほど経った頃、シャーンタヌは、ヤムナー川付近の森に出かけた。そこで、かぐわしい方向を嗅ぎ、その香りをたどって行き、サティアバティという美女に出会った。シャーンタヌはこの女性を妻にしたいと望んだが、サティアバティの養父である漁師は、彼女から生まれる子供を次の来る王にするという、条件を出した。しかしすでに皇太子の位には、 ビーシュマがいたため、シャーンタヌは苦悩した。それを見たビーシュマは、皇太子の位を自ら放棄し、こうを残さないと宣言した。こうしてシャーンタヌは、サティアバティを見取ることができた。二人の間には、シトラーンガだと、ビチトラビーリアが生まれたが、シャーンタヌは、ビチトラビーリアが成人する前によう去った。ありがとうございます。